常禅寺は、京都市北区倉間口通り寺町東入常禅寺、門前町にある浄土宗の寺院。京都六地蔵巡りの地蔵、倉間口地蔵がある寺として有名であり、毎年8月の22.23日の両日には、多くの参拝者でにぎわう。また本尊として、阿弥陀仏座像が祀られているが、この阿弥陀仏座像は、行記作と伝えられており、寛永11年、 佐賀今林蓮華成城寺から移してきたものである。境内東側にある墓地内には、長州人首塚碑があり、源氏元年の7月19日に起こった金門の変に、おいて、高塚査定付近で亡くなった長州藩市入江91、原道田、半田門吉、那須春平、田村育三、小形矢沢衛門、小橋と物助と無名の一人、計8名を、 当時、境町五門経営隊長であった越前藩、桑山十三が、四君、松平春学の許しを得て、越前藩菩大寺であった、この寺に葬ったものである。次伝によると、上岸五年に、僧縁人により、天台密教の道場として、千本今出川に創建されたと伝えられており、その後、文明年間に、春谷森信によって再興され、 五ヶ島原天皇の直眼寺として栄えた。文禄三年、豊臣秀吉による京都改造に伴う寺町2の整備に伴い、地域を現在地に移し、宗派も浄土宗に改められた。明治時代に起こった廃物希釈によって、倉間街道の入り口にある緑が池の畔にあった地蔵菩薩がこの寺に移され、以降通称倉間口地蔵と呼ばれるようになった。 ありがとうございます。